ドフラミンゴを倒したルフィたちはバルトロメオたちの協力を得てドレスローザを脱出し、サンジたちと合流するためゾウに向かう。その戦場、ルフィは共に戦った海賊たちから傘下に入れてほしいと懇願される。だが差し出された親子杯を断った。親分や大海賊じゃなくてもいいだろ。お前らが困ったら俺たちを呼べ。必ず助けに行くから。一緒にミンゴと戦ったことは忘れねえよ。自由を重んじるルフィの真意を理解したバルトロメオたちは一方的に古文杯を飲み干し、ここに海賊連合麦わら大船団が結成される。君は今まで通りでいい、麦わら。僕たちは勝手に君に忠誠を誓ったんだ。何かあれば勝手に命を懸けて参上する。そんな奴らがいても損はないだろう。こたびのご恩に報い、命全霊をかけてこの古文杯勝手に頂戴いたします。ダメ。一方サンジたちは一足先にゾウに到着し、すぐに異変に気づく。ゾウはカイドウの部下勘外のジャックの軍勢により壊滅寸前の状態だった。サンジたちはゾウの住民であるミンク族たちを必死に救い、深く感謝される。数日後ルフィたちも到着し再会を果たすが、そこにサンジの姿はなかった。サンジはビッグマム海賊団の傘下に入った最悪の世代の一人ベッジに連れられ、政略結婚のためビッグマムの縄張りに向かったという。サンジがビッグマムの娘と結婚？なんだその勝手な話。サンジは俺たちの仲間だ。憤慨するルフィたち。そこに遅れてきたキンエモンが合流する。キンエモンは今まで話さずにいたワノ国にまつわる多くの事実を伝えた。モモノスケは本当はワノ国の大大名光月おでんの息子である。キンエモンはモモノスケの父ではなく家臣であること、光月おでんはカイドウの手によって処刑されてしまったこと、その死の間際ワノ国を開国せよと言い残したこと。拙者カイドウを倒したい。ルビー、拙者と一緒に戦ってほしいでござる。よくわかった。テイクモン、同盟だ。ここで一味はサンジ奪還に向かうルフィたちのチームと、先行してワノ国を目指すゾロたちのチームの二手に分かれる。ルフィ、ナミ、チョッパー、ブルックはサンジを連れ戻すためゾウから出航し、ビッグマムの治めるトットランドを目指す。しかしそこには意外な人物が乗船していた。君を連れ戻しに行きましょう。サンジ、いまいましい名だ。何よあんたたちって、そのぐるまゆる、もしかしてサンジ君の。ご明察。私はレイジュ、サンジの姉よ。こっちは弟のヨンジ。わお、かわいこさん、兄弟そっくりだ。なあサンジの姉ちゃん、サンジがどこにいるか知らねえか。それを知ってどうする。
まさか奪い返すつもりか。そうはいかねえ。あいつ役に立つって、あんたたち家族なんでしょ。まあそう熱くなるな。今騒ぎを起こして結婚が破談になってはことだ。お互いに慎重に行こう。あなたたちのためにも、ビッグマムが治める土地で軽率な行動は慎んだ方がいいわ。弟が今までお世話になったわね、一味の皆さん。では、なんだあいつら、勝手なこと言いやがって。それよりさっさとサンジを探さねえと。おーい、サンジ！あの、もしかしてあなたたち、サンジさんの。お前、誰だ。私はプリン、サンジさんの婚約者よ。お前が。サンジさんに会いたいなら、ホールケーキアイランドの誘惑の森に向かって。いいの、そんなこと教えて。ビッグマムから罰を受けない。実の娘よ、心配しないで。それに言われたのよ、サンジさんに。君と結婚したいけど、それはできないんだ。俺は仲間たちの元へ帰りたいって。だから私、あなたたちから彼は奪えない。なんていい子なんでしょう。ルフィさん、私独自にビッグマムの動向を探ってみます。皆さんはサンジさんと合流してください。ありがとう、プリン、ブルック。待ってろよ、サンジ。行くぞ、誘惑の森。よし、先に進むぞ。誰？エレクロン！よっ！
なるほど、開いたり閉じたりするのね。ここは誘惑の森、終わりだよ。存分に楽しんでいくんだね。いいけど、ユキアは私が倒す。
増やせる。これでどうだ。よっしゃ、いくら倒してもキリがねえ。この中に本気を混じってるのかしら。探すしかないわね。バレちまった。逃がさないよ。死に森を抜けられると思うんじゃないよ。よし、ここを抜ければ出口だ。やった、森を抜けたぞ。ちょっと待って、チョッパーとキャロットがいない。おーい、ルフィー、ルフィー。キャロット、どこ。その辺に鏡の破片が落ちてるはずだ。探してくれ。あった、見ろ、あいつら鏡の中にいるぞ。チョッパー、キャロット、大丈夫？森にいたブリュレってやつに鏡の中に入れられちゃったんだ。でも大丈夫だ。どっちにしろ外から助けてもらえる場所じゃない。先に進んで。うわー、心配しないで、私たちは平気。不安しかないわ。そこから出てこれないの？なんとかするよ。サンジを連れ戻したらまたこの鏡に話しかけ。割れた。あいつらのことは心配だけど仕方ねえ。俺たちでサンジを探しに行こう。この調子。オーダー受けたまりました。まだごねているのか、我が息子よ。気安く呼ぶな。俺に親がいるとしてもお前じゃねえよ。いや、私の血がお前にも流れている。お前はジェルマ王国の第三王子だ。我がヴィンスモーク家がビッグマムと手を組めば絶大な力が手に入る。それにはシャーロット家と血縁を結ぶのが条件だが、大切な息子たちをあのイカれたババアのところにはやれん。そこで思い出したんだ、もう一人出来損ないがいたと。サンジ、お前は生贄、息子だなんてみじんも思っちゃいない。お前が海賊をやってると聞いたとき、出来損ないのお前も少しはマシに成長したかと思ったが。相変わらずでがっかりだな、ヴィンスモーク家の恥さらしが。それに所属することが俺にとっての恥なんだよ。お前たちの全てが俺の思想に反する。やれやれ、それはこの男の影響か、サンジ。イーストブルーのバラティエ、こいつの店にいたそうだな。え？まあ、お前が言うことを聞かなかった最悪の場合だ、そいつの国が飛んでもいいのかなどと脅しを使うのは、抵抗せず仲間を諦め結婚を受け入れろ。それで全てが丸く収まる。しかしまだのたれ死んでなかったとはな。落ちこぼれのくせして悪運だけは強えようだ。うせえ。おかえり、サンジ。我らがヴィンスモーク家。
楽しみだな、またお前と暮らせるなんて。そうだ、また昔みたいに遊んでやるよ、出来損ない。ああ、望むところだ。来いよクズども、相手してやる。俺たちのヒエラルキー、今一度確認しておかねえとな。サンジ、ヒエラルキーこと言ってる時点で話にならねえんだよ。トリエデフォールコートレット、トリエデフォール、トリエデフォールコートレット、フィニッシャット、トリエデフォールコートレット、あれヤンキリフィニッシャット、トリエエフォールコートレット、セル、行くぜ、マージュショット、あれ、おい、お前ら見てねえで俺を守りやがれ。あんな思い出、ミルメモリー、あら、なかなか楽しくなってきたよ。その出来損ないにやられるのも、クソ野郎、久しぶりね、サンジ、どれほど強くなったか見せてくれ。トリエボールコートレット、行くぜ、ヤンキー、リネシャット、トリエボールコートレット、セル、ヤンキー、トリエボールコートレット、サンジがこんなに強い、あれ、マージュショット、焼き付けろ、あんな思い出、エルメモリー、トリエボールコートレット、トリエエフォールコートレット、トドロンさん、これがあのサンジだって、トリエエフォールコートレット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 、セル、お前の言い分は多数弱者の皮切りだ、サンジ、昔からお前の言うことは理解できない、王には王たる勝利がある、無勝利は貴様だ、まったくだ、間違いにも拍車がかかってやがる、一時、まずは四時にやらせてみたら、見てるのも面白そうってんだ、そうだ、まずは余興だ、トリエエフォールコートレット、トリエエフォールコートレット、ここまでぶっ飛ばされて、うるさねえぞサンジの野郎、もうちょっと、トリエエフォールコートレット、セル、ディエルシュート、そのシェット、落ちこぼれのくせに、てめえはその落ちこぼれいいかってことだ、思い知ったかい、ヨンジ、エフォールコートレット、次はてめえだ、出てこいよ、ジジイ、感謝だけは一人前だな、失敗作、あれ、いいだろう、ガキの違いを教えてやる、トリエエフォールコートレット、皮膚も盾にならず、王家のプライドもなく、精神も脆弱、そんなお前が俺に勝てるはずがない、追い上がるなよ、サンジ、お前が何をしようと無駄だ、失敗作、クソ、どんだけ頑丈なんだ、
この程度か。サンジ、お前には人質がいることを忘れるな。これ以上反撃すればイーストブルーで血が流れるぞ。ったく、サンジの分際で調子に乗るなよ。やはりお前は出来損ないのままだな、サンジ。手ひどくやられたわね、サンジ。レイジュ、なぜ戻ってきたの。二度と思い出したくもない場所へ。せっかく13年前イーストブルーで逃がしてあげたの。自分から戻ってきたのだから、覚悟を決めて無駄な抵抗はしないことね。さ、ホールケーキシャトーで結納が執り行われるわ。